ジャンヌ・パキャンはフランスのクーチュリエ。19世紀末に国際的な名声を得た最初期のグランクチューリエの一人。サンドニに生まれたジャンヌ・ベッカーズはモデリストとして土定修行の経験を積んだ。パキャン自身のことによれば、1891年、イシドール・ジャコブとの結婚後、彼女は自分の店をパリのラペ通り3番地にあった自宅に開いたという。 彼女の18世紀風のモチーフを多用し毛皮やレースで飾り立てたイブニングドレスは悪評を呼んだ。事業家としての才覚を備えていた彼女は宣伝手段の功用を理解した最も初期の人物の一人であり、夜はオペラが催されるガルニエグルェ、昼はグランプリ期間中の競馬場へと躊躇することなくマヌカンたちを引き連れて現れ、また新作を宣伝するために、 本格的なファッションショーを組織したジャンヌ・パキャンの服を着たマルカン。イギリスの事業パートナーとつながりを持ったパキャンはパリにも支店を残しながら1896年に本拠地をロンドンのドーバーストリート39番地に移した。1912年にはニューヨーク5番街398番地に毛皮の店舗を構え半兄弟のアンリ・ジョアールにその運営を委ねた。 この年、彼女は、オードセーヌ県産クルーのモンバレ通り33に、建築家で装飾家の類数の手になる屋敷を構えた。その直後には、マドリードとブエノスアイレスにも支店が出された。彼女は、グランクチューリエとしては初めて、1913年に、レジオンドヌール勲章を受賞した。ジャンヌ・パキャンは、その着想の多くを過去から得ていたが、他方では、 時代の変化にも順応しており、第一次世界大戦の直前には、地下鉄の文明にふさわしい国際的な服装として、男女共通のスーツを生み出した。パキャンの際だって現代的な精神は、レオン・バクストとの協力によって生み出された、舞台衣装にも表現されている。ジャンベロー作、ソーティ・デバー・アーズ・デラメゾン・パキン、デュデラ・ペイ、イサーク・イスラエルス作、クート・アー・デラメゾン・パキン、 パリクチュール組合の組合長を1917年から1919 19年まで務めた後、ジャンヌ・パキャンは1920年に引退し、事業の経営をアンリ・ジョアールにアートディレクションをマドレーヌ・ボリスに託した。パキャンが没した1936年にはアナ・ポンボンが公認となり、1942年にはさらにアントニオ・カノバス・デル・カスティーリョに交代した。その後、 コレット・マシニャック、ついで、ルーク・クラベリーがメゾン・パキャンを引き、クリスチャン・ディオールが生み出した新しいファッションの動きであったニュールックを取り込んでコレクションを作った。その後も経営者の交代は続き、最後にはアメリカ人のアラン・グレアムがメゾン・パキャンの経営に当たったが、同社は1956年に深刻な財務危機に陥り、7月1日をもって活動を終えた。 メゾン・パキャンの名は、1912年にレオル・リエーブルが作ったシャンソン、ラ・ビアイセウセの中に、ジュシュイ・ビアイセウセ・シェパキンという歌詞に残されている。この歌は、後年、アニー・コルディア、マリー・ポール・ベルによってカバーされている。ありがとうございます。